はい、どうもこんにちは、松井君の松井です。さあ、やっていきましょうということになるので、こちらというと、オールドメディアの信頼は落ちましたが、はい、SNS の情報も無条件に 100% 信用しないようにと、まあ、いうことで、まあ、やっていきましょうということになります。はい。で、私の要するに、あれがそうなんですが、松井先生の要するに表現がこちらというんですけど、まあ、私が YouTube で情報発信やる理由もこれっていうことになるんですよね。なんで、まあ、YouTube で情報発信しますかっていうふうな話をやりますっていう話になるんだけど、根本的に、まあ、YouTube でなんで情報発信すんのっていうふうな話になるときに、まあ、これはいずれこのオールドメディアの信頼が要するに地に落ちるというふうな感じになって、で、YouTube で要するに情報発信で力を得てくるやつが、この言論空間上を支配する危険性があると判断したので、まあ YouTube を要するに情報発信するっていうふうな話になったんですよね。で、俺の考え方っていつも一緒で、言論空間っていうのは、一個人であったり、教祖であったり、組織であったり、誰かが都合のいいように、真実をねじ曲げて、無条件に要するに、情報を垂れ流していいっていう場所じゃないと俺は思ってるね。そう。で、情報発信や言論空間っていうのは、言論発信や言論空間っていうのは、基本的には全部要するに情報を各自各々が考えているものを発信していくことによって、間違ってるのは間違ってるよねって、それってすみません、根拠ありますかっていうことを要するに批判をどんどん繰り返していくことによって、どうやら確からしい情報を、得ていく空間にしていこうねっていうのが言論の自由の空間上の要するにゴール地点っていう感じになると思うんですよね。まあ最終的なゴール地点はいつまでもないんですけど、真実なんていつまでもわからないと俺のモットーですので、全情報が与えられてるんだったら神の視点っていうのがあるんだったら別ですけど、そういうことはないわけです。ところが、まあ、現在時点においてっていうのはそうなんだけど、オールドメディアだったりした場合に関しては、要するに SNS の言論空間を封じようとするし、SNS の YouTuber とかであったりとか、 YouTube 活動をやってる人であったりした場合に関して、視聴者からの正当な批判であったりとか、おかしいんじゃないんですか、間違った情報なんじゃないんですかっていうことをカウンターとして、要するに情報発信したものに対して誹謗中傷だ、名誉毀損だということで、まあ訴訟をするなどの形で、まあ要するに一般人の人々に対して、要するに自由に情報発信することを封じようとする動きっていうのが、まあこれが要するにどこもかしこも出てくると、まあいうことになってるということになるだろうということになったんで、で、それってまずいよねっていうふうな話になるんで、まあ私がまあ発信してきたっていうことですね。まあだからそれでウームだろうが、相手がウームだろうが、別に政治家が相手だろうが、活動家が相手だろうが、オールドメディアが相手だろうが、すげえ芸能人が相手だろうが、芸能事務所が相手だろうが、関係ねえよっていう話で、はい、俺がやるっていう話なんです。で、これなんでかっていうと、言論の自由が制約されてしまう社会って何回も言ってる通りで、最悪行き着く例はポルポトなんですよ。最悪行き着く例はポルポトなんですよ。左に寄ったらね。で、右に寄ったらナチスドイツなんですよ。わかります。だから極右と極左は要するに両極端との対決と私はいつも言ってるんですけれども、つまり誰かが要するに言論空間上を要するに完全に支配してしまって、一般人のこれおかしくないかっていうのを封じられてしまうっていう動きがあった瞬間に民主主義って終わってしまうので、はい、なのでまあ私は基本的にまあ情報発信しますって言って、まあ訴訟するぞみたいな感じのコメント書いてきたやつもいるんですけど、どうぞご自由にって書いてますかかっておいでって未だかつて一回もかかってこられたことないですけど、はい、という感じになるわけなんですけど、まあ、仮に訴訟になったとしても別に全然普通に受け立ちますし、ね、私の場合、はい、いうふうな話になるわけなんですけど、はい、でまず前提条件からいきましょうということになります。はい、オールドメディアが SNS とかと比べられてる時点で終わってます。はい、いいですか皆さん、よく考えてくださいね。まあ、SNS で要するに YouTube やってますね。まあ、ここでは仮に松井くんを例にしましょうということになるんですけど、これは何使ってますかっていうと、確かの9900円かなんかの中古の iPhone 12ミニうち使ってます。はい。で、ポイントかなんかで、溜まってた要するに、確かなんだっけ、ヨドバシカメラかなんかのポイントが溜まっていたので、そのポイントが溜まっているので、マイクとかそういうのをもろもろをつけました。なんでほとんどは原価かかっておりません。というかこれ iPhone11、iPhone12 っていうんで、
iPhone11 から iPhone12 に移るときに iPhone11 私売ってるんで、これ全部の機材そうなんですけど、実質マイナスで、この機材やってます。なので、まあ、かかるとしたらこのペン代ぐらいですね、これ。ペン代ぐらいですね。はい。ペン代ぐらいしかかかってませんということです。はい。あと通信費とかいう感じになってくるんですけど、まあ、基本的に原価ゼロやと思ってください。はい。で原価ゼロで SNS で発信してます。で、別にまた足使ってあっちこっち歩いてるわけではなくて、単純にオープンになった情報とかを元にして、みんなに発信してます。いいですか？このレベルの人と、フジテレビでも TBS でも、テレビ朝日でもどこでもいいっすよ。テレ東でも、日経新聞でも、朝日新聞でも、比べられてるってやばいやろ。これ他の業種で考えたら絶対ありえないことですよ。松井先生が超一流のパティシエとケーキ作る対決して私勝つことあります？私が今日コンビニの店員の経験とかスーパーの店員の経験ないです、スーパーの店員で魚さばいてるおばちゃんいます、勝つことあります？今日今瞬間この瞬間に要するにやりますっていう風にやって勝つことあります？松井くん、あの、スーパーのおばちゃんはね、その、スーパーな様子、スーパー切り味のいい様子に包丁使って、俺は100均の包丁で要するに、刺身を作ってねって。勝つことないでしょ？いくらする機材使ってるんですか？何人に届けられる電波使ってるんですか？経費いくら使えるんですか？何人いるんですか？取材する人たちは取材する人たちで専属の舞台っていうのを持ってるんじゃないですか。で、専属の舞台持ってる人たちが1回の要するに YouTuber と見比べて、そっちの YouTuber の方が放送している YouTube の方が信用できますねってやばいやろちゃんと取材したら絶対起きひんことやろ。これ違います。いろんな業界考えて、運送業やって運送業でええわ。ね。長距離トラックの運転手のドライバーの人で、例えばこれを見てたとしましょうって。松井くんがいくらなんでもですね、免許持ってないですって。免許はまあありますけど、普通免許のですね、免許ぐらいは持ってますけど、じゃあ今日から要するにトラックの運転しますねって言って、勝つことないぞ。絶対にないぞ。昨日まで要するに生徒教えたことないですっていう人に、塾の先生やってます、もう何年もやってますって、負けることないぞ。学校の先生でも。教え方が要するに難しいですね、下手ですねとかない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 。昨日今日やり始めたには負けることはまずない。いくらなんでも。はい。そう、追いつくために1週間2週間要するに人のをコピーして一生懸命やったとか言ったら、それは話別ですけどね。そういうのって話は別でしょうけど、そんなことは普通に考えたらないっていうことです。はい。で、いうことですよ。まあ確かに私も何年も要するに YouTube 活動やってますけど、そんなに負けるって。いや。機材なんぼかけてんの？どんだけの人員張り巡らしてんの？取材のために人件費いくら使ってんのって話。はい。ということになるんですが、はい。っていうふうに終わってるよってことがまず大事なのね。だからといって YouTuber 信用よ。これは違います。これはっきり言うんです。違います。いや、あの人 YouTuber としていい人だもんとか言うの。いや、絶対信用しないでねって話です。それ違うよって話ですね。はい。はい、いうことですよ。ただ、これ別に信用しても英文があって、ちゃんとした数字であったり、データであったりってことをやった場合に関しては、あ、これはこうなんかなって言って見る分には全然いいんですけど、先ほど言いましたが、こちらですよね。はい。簡単に言いますが、切り替えましょう。オールドメディアはカスですが、SNS は、玉石混交っていうふうに考えても分かりやすいです。ですか？オールドメディアはカスです。はい。今の現状の兵庫県知事選挙を見てたりしたら、はっきり言わせてもらうが、この兵庫県知事選挙と関して見させてもらうんだったら、100嘘ついてます。はい。100嘘ついてると言っていいです。はい。いや、我々は嘘じゃないです。なんか、そう嘘にならないようには気をつけます。もういいです。100嘘と言っていいです。それ分かった、プロである、やり方やってるって言ったら、私も100嘘をつくためにやってるなっていうふうに私は言いますね。はい。SNS の情報も無条件に 100% 信用しないようにしてねって話です。これ危ないんで、非常に。で、まず一つ目ということになるんですけど、はい、こちらですね。これはリベラル系にはあまりないです。リベラル系で YouTube とかなんか SNS 強いって俺あんま見たことないんだよね。強いって山本太郎さんぐらいじゃないですかね。リベラル系とかで、SNS とかでなんか人気が高いよねっていう風な話になると、
いう感じじゃないですかね。まあ、あとはなんか要するにいろんななんかチャンネルみたいなんで、なんか左翼系が要するにやってるチャンネルとかいろいろあったりとかしますけど、はい、まず一つ目ということになるんですけど、保守系に多いんですね。はい。っていうことになるんですけど、この保守系に多いんですけど、PV を稼ぐために盛りまくるっていうね。こんな話をこんな風にすると、お前がやってること朝日新聞と大して変わらへんぞみたいな。いう感じになるんですけど、あの保守系に多いんですけど、 PV を稼ぐためにタイトルを要するに過激に作ったりとか、内容として不完全にするっていうか、もっと要するに行き過ぎた要するに言論にしてしまうっていうのはあります。で、これ私の経験があるんですけど、やっぱりそのあちょっと言い過ぎたかな的な要するに動画だったりした方が実際問題再生回数非常に回りやすいんですね。これははいっていうのは、しょっちゅう起こります。したがってこういう感じになってきます。で、二つ目ということになるんですけど、はい。カルト宗教や火消し業者とかがこれ入ってきます。これも全部入ってきます。はい。っていう感じになってくるんで、まず例えば、リベラル系の要するにところを批判するような話をしましたっていうふうな話になると、これ非常にめんどくさいんですけど、保守系を要するに応援しているところ、具体的な話を言うと二つですね。統一教会と幸福の科学。はい。統一の教会と幸福の科学が、統一教会の要するにアカウントに流すように、もしくは幸福の科学の YouTube、幸福の科学系の要するに YouTuber に要するにアカウントを流すようにっていう情報工作活動をしてきますということになります。はい。で、私言いますが、まあそこで統一、まあ、あんまりにもしつこかったんで、まあ最終的に無事切れて、まあ見て見ぬふりしてたんですよ、ずっと。見て見ぬふりしてたんですけどね、ずっと見て見ぬふりしてるんですけどね、ほんと気がつかねえよなとか思うんですけど、まあ、プッツン言っても、統一教会も幸福のカードも両方とも、ボロクソに批判しまくるっていう、ことをしまくってたっていう話ですね。だから必ず言うんですけど、リベラルのところをぶったたいたら、必ず統一教会とか幸福のカードとかも、要するに両方ぶったたくというですね。はい。で、しばき隊をたたいたら、しばき隊と対立している右の方も、要するにぶったたくというのが正しい方法ですね。よーく写真とか見ると、なぜか芝木隊と対立してるはずのところが、なぜか同じようなことやってんじゃんっていうね。これってあれ、ひょっとしてあれですか、台本のあるプロレスじゃないんですかみたいなね。はい。いうふうなことって、これありますっていうか、これもう昭和からずっとこれやってます。極右のやばいやつをなんか持ってきて、なんか右なんか保守っていうののイメージを下げるために、実は極左がやってるとか、それは昔からやってます。はい。極右にしろ極左にしろ右翼にしろ左翼にしろ大体一緒なんですけど、仕事もしないで金をもらおうっていうろくでもない連中ですので、はい、関わるだけ時間の無駄かなと思ってます。はい。もう一回言うよ、右翼にしろ左翼にしろ仕事もしないで金をくれなんて言ってるような連中、ただ暴れて金をもらおうとするような連中ってろくでもない連中だと思ってるので、はい、関わるだけ時間の無駄だっていう話なんですけど、まあ、こういうのが要するに、一時的に要するに、なんか支持を集めてしまうっていうのは、まあその社会に対して不満を持ってる層、もしくは不満がある人って別にいっぱいいるわけですよ。別に私だって別に日本の要するに社会に対して何の不満もないです、不安もないです、常に日頃からハッピーですってわけではないので、そういう動画につられてついつい見ちゃうっていうのは全然あります。はい、あります。はい。ということになるんで、まあそういうふうなところに要するに入っちゃうよっていうのは気をつけましょうということになります。そして二つ目なんですけど、火消し業者とか入ってます。これは見えないように圧力をかけてくるってあります。具体例ありますけど、ウームっていうのが昔やってました。はい。ウーム所属の要するに YouTuber であったりとか、ウーム関係とか、もしくは大きな要するに事務所がついてあるであったりとか、あとは100万人以上持ってるような YouTuber クラスに大体なってくると、YouTube でそのやらかしたことに対して私も YouTube で批判したりとかするんですけど、あ、これ明らかに要するに一般人じゃねえなっていうコメントがついてきます。はい。で、もちろん松井くんの場合どうしますかって、あ、これ火消し業者来たなってもう一回動画を出します。はい。この作業を延々と繰り返してたら最近来なくなりましたね。はい。で、何回も言うんだけど、これなんでやるかっていう話になるんだけど、YouTube ってウームの人のためのもんじゃないのね。ね。SNS って大手プロダクションや芸能事務所のために SNS ってあるわけじゃないよね。ね。言論空間って何回も言ってるんだけど、先生言ってるんだけど、マスメディアのためにあるわけでもなくて、特定の政治家のためにあるわけでもなくて、特定の会社のためにあるわけでもなくて、特定の要するに、芸能事務所であったりとか、特定のインフルエンサーのために言論空間ってのはあるわけじゃないよね。言論空間ってはみんなのためにあるんです。だから、もし、ウーム所属の YouTuber であったりとかが、
間違った情報を上げました。もしくは被害が拡大するようなことをやりました。批判されて当たり前です。なんでか、俺の視聴者にも影響が出てくるから。ね。ウーム所属の人がね、詐欺まがいな商品を紹介しました。ウーム所属の人が社会に対して迷惑をかけました。ウーム所属だった人たちが要するに何かをやらかしました。もちろん松井先生ぶっ叩きます。で、こういうことはしないようにって言います。はい。それはなんでかというと、次 YouTuber 目指そうっていう子供たちであったりとか、みんなが見ている人たちが、こういうことはしちゃダメだよねっていうことを情報として共有したいから。当然ですよね。で、ウーブの要するに所属の人間たちが要するに詐欺まがいな商品とか要するにいろんなのやりましたとか、やっちゃいけないこと。昔、はじめ社長さんが薬ドラッグチャレンジとかやってましたけどね。やってましたけど、薬となんか、耳、なんか薬となんか、なんか、睡眠薬となんか、両方のなんかドラッグでチャレンジをするみたいなアホみたいな企画をやってましたけど、はい。っていうことになりましたって言って、やりましたって言って、じゃあそれが、でも悪くないよねって、はじめ社長だから悪くないよねっていうふうなことを言ってしまったら、被害どんどん拡大するわけですね。誰も言えなくなっちゃうから。そうじゃないよねって話。おかしいよねって。ダメだよねって。悪いよねって。ね。じゃあ今だったりしたら、例えば、だからメルカリが要するに問題が発生してますっていう。それはメルカリは場所を提供してる。それはメルカリさんの考え方。でもメルカリさんは道義的な社会的な責任がありますよねって発信があっても全然問題ない。うん。それを別にメルカリ側がそんなことはない。うちは場所提供してるから何もする必要性ないって突っ張るのは突っ張るね、結構。でも、メルカリが要するに実際使って詐欺にあったりとか被害にあったりっていうことが実際にあるよね。だから気をつけなきゃいけないよねっていう言論は自由に保障されるべき。それを全部要するに情報をみんなが要するに発信できる状況下の中で、それでメルカリを使うか使わないかっていうのを判断するのはそれは個人の自由。っていうように、言論空間っていうのはできるだけ多くの言論を表現する人であったり、批判的言論であったりとか、肯定的言論っていうのは多ければ多いほど人々にとって役に立っていくということになるわけなんですね。もちろん意図的にデマを出そうとかいうのはダメですよ、もちろんね。はい。っていうことになってきます。っていうか入ってきます。だから、法律上は問題ないっていうふうな話になってるけど、火消し業者とかが要するに圧力をかけてくるっていうのは、これは実際問題あります。私も経験してます。はい。圧力をかけられたなと見たら、もう一回私はなんか動画を出します。この作業を何回もしてるんですけど、あ、こいつ火消し業者雇ってきたら、あ、もう一回出します。はい。で、火消し業者雇ってきたら、もう一回出します。はい。この作業をまあ延々とまあやってきたっていうことですね。はい。最近わからないですね。はい。最近わからなくなってしまいましたが。はい。というわけで、三つ目ということになるんですけど、ね、三つ目という、じゃあ、松井先生は、こういう保守系に多い、要するに PV を稼ぎに盛りまくるってことを意図的にはしないよね。ね。カルト宗教や被使用者みたいなこともしないよねって、意図的にはしないよね。じゃあ、松井先生の情報は 100% 要するに無条件に信用していいですが、ダメです。ダメです。仮に、要するに YouTube 活動をやってる人が、ちゃんとまともに一生懸命みんなのために YouTube 活動を善意を持ってやってたとしても、悪意が一切なかったとしてもです。悪意が一切なかったとしても、普通に引っかかります。はい。私も偽情報に普通に引っかかります。はい。で、矢田部さんに怒られたことって、まあ怒られたってわけではないんですけど、全然矢田部さんに怒られたわけではないんですけど、あ、それこそ間違ってね、みたいな。はい。いうふうな話だし、視聴者から、それちょっと陰謀論に片足突っ込んでますって、みたいな。あれは、野口さんだったっけな、誰だったっけかなんかに、まあ言われたこととかもありますね。はい。というふうな感じで、実際問題、これってどうなみたいな。これ陰謀論だね。松井君の陰謀論だね、今回のは。っていうのが、あるある。で、まぁ、X 上ではもう、勝手にやっといてって言われてるんですよ。俺もさすがにね、3000人ぐらいフォロワーいてね、なんか、もう誰がどの情報かってもう追い切れなくなってるんで、全部に目は通せてないのよ、正直、今。正直ね。全部に目は通せなくなってきてるんで、でもまぁ、これはちょっと陰謀論じゃないのかなっていうふうなんていうのは、もしぜひ言ってください。で、それを言ってる人が、もしちゃんと正確な数値であったりとか、年代背景とか、で、完璧に 100% 批判するときに、数値や年代っていうのを出すって難しいんですよ。だから、これ多分7割ぐらい陰謀論じゃねっていうふうな感じになるよ。で、俺もですね、陰謀論系とかの様子って、動向って結構注視してたりしてて、これ陰謀論じゃねえぞ、みたいな、とかあるんですよ。陰謀論系のやつが、なんか、たまに当ておるんですよ。たまにあって言うんですけど、これ陰謀論じゃなくて陰謀やろっていうのが出てきたりとかするの、これあるんで、
だからどの状態が 100% 間違えるっていうのも難しいし、 100% 合うっていうのはなかなか難しいです。はい。で、普通に間違えます。はい。普通に間違えます。と同時に、これ私も言ってるんですけど、私メンタルやられましたっていうふうな話を、と、回復途上の要するにところから、どういうふうな状態になってて、症状がどんなのが出て、どういうふうになってきたかっていうふうな話とかって、基本的に積極的にみんなに話してるでしょ。あれ、はっきり言うけど、俺あんま話したくないのね。そうそう、話したいですか話したくないですかって言ったら、あれ100万もらってもあんまり実は話したくはないんですよ。隠したい過去みたいなもんでもあるんで、ああ、最悪やなっていうのが、あるんで、そう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 。だからあまり話したい情報ではないんですよ。ただ、それでもなんでその情報をわざわざみんなに伝えてるかっていう話になるんですけど、昨日まで確かに俺は正常だったかもしれないけど、今日正常じゃなくなる日っていうのがあるんですよ。これは明確にそうなんですけど、その緊張の線が切れた時っていうのは俺ははっきり今でも覚えてるんですけど、プツって切れたっていう、あ、なんか切れたっていうんで、あーってなった時に、そう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 、元カノさんパッと隣にいた時に君誰みたいな状態になったってあるんですよ。だから、正常、つまり俺がみんなを騙したくないですよ。間違ったこと言わないように、謙虚に、あ、間違ったことをやらないようにっていうんで、情報発信してますよと言っても、体調が悪いもしくはメンタルがやられました、日常生活で寝不足が続いていましたっていう、ちょっとしたことの積み重ねぐらいでも、要は体調崩しちゃいました。じゃあ情報って発信するときに間違っちゃうよね。もしくは思い込んじゃうよね。いつもだったらやらない失敗をしちゃうよねっていうのは、あるよってことなんです。全然あるんで、そういうところは要するに皆さん注意してあげてくださいということになります。なので、しっかりと覚えておいてほしいんですが、できるだけそれは、その数値的根拠は何ですかっていう。そう、数値的根拠とか、その情報っていうのはオープン情報になってっていう、その情報ソースはあるんですかっていうふうな話っていうのは、すでに頭の中で認識しておく必要性はあるかなって思うんですね。ただ、全部が全部にそれ求めてるとは、会話にならないんで。何々は何々、〇〇は〇〇って言ってましたけど、それは情報ソースがあるんですか？〇〇は〇〇って言ってたんですけど、それは情報ソース。それは常識の範囲内で皆さん考えてくださいね。正しいことを知る前に人間関係ぐちゃぐちゃになるっていうのはちょっと問題がありますので、まあその辺はまた、ぜひバランスをとってください。ということになります。なので今日のテーマはこちらでですね。まあ、オールドメディアの信頼は落ちましたが、ここの後ですね。SNS の情報も無条件に 100% 信用しないように、100正しいってないから。100% 正しく全部情報発信できます。絶対ないから。はい。絶対ない。言い切ったろ。はい。ないです。私は常に真実を話し続けてますって言ったら嘘つきです。はい。私は常に真実を皆さんのために配信してください。信じてください。嘘つきです。そんなことが言えるわけがない。ファクトになってるかっていうのを確認するために、うちのチャンネルでも生配信で視聴者とこれってこれで合ってるって言ったら合ってる合ってるっていうんでやってたってことは、どうやらこれが確からしいってことが前提で話をするよっていう風な感じでやってこれなんですよ。で、前の動画とか見たりした場合に関して、ああ、でもこれってちょっとまずかったかなっていう動画っていくらでも出てくるわけですよ。動画撮ったそばから後悔始まるから。はい。それを、なんか、私たちは要するに、本当の情報しか発信しませんって言ってる時点でね、言っちゃうんですけど、朝日新聞とか、朝日新聞とか、まあ、読売新聞なんか最近わけわかんないこと、なんか、社説とかで書いてるけど、とか、テレビ局とか、オールドメディアと何も変わんないでしょって話ですね。はい。よろしいでしょうか。ということなんで、まあ、こういうふうな感じになりますね。だから、私の発信を 100% 正しいですって言ってる人は、もうその時点で嘘つきなんで、無視していいと思いますけどね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。